山田どうも。あー、久しぶりです。元気ですか？いや、元気です。なんでここにいるんですか？いや、実は5月8日の T1 で新木場であるんですけど、ぜひちょっと出てもらいたいと思って、ギガダンマンちょっと2枚来たやつから。ちょっとカメラ回ってしまう。え、ダメ？カメラいい。カメラ。控えしてきます。ちょっとじゃあ待ってね。選手インタビューの方よろしくお願いします。先ほど今二見社長とはどのようなお話が中であったんでしょうか？言っちゃっていいの？教えていただければ。なんか5月8日になんか T1 ポール出てくれと。ああそうですか。二見社長から参戦要請受けてますけれども。いやまさかねここに来ると思わなかったよ。びっくりしちゃったよ。でも当日競道場 5.8 愛知大会バッティングしてるんですね。参戦ハードルが非常に高いと思うんですが。高いね。うん、でもね、まあほら自分ってほらアマの弱だから、なんかほらみんなほら二人さんもほら出てくれる人がいないと困ってるんだからね。うん、出てもいいかなって。まあでもまたまた来てくれてんだからさ、いやまあここで追い返してください。T1 の興行は第1回以来の参戦になるんですが、T1 興行の印象っていうのをお聞かせ願えればと思うんです。めちゃめちゃだね。めちゃめちゃです。あのやりたい放題やってるよね、みんなね。でもいいんじゃない。二見社長の印象をお聞かせ願えますか？熱い熱いの一言。でもね、その熱さがね、ちょっとね好きだったりする時あるんだよね。二見社長からは山形選手に同じ匂いのシンパシーを感じる。やめてくれ、同じ匂いはしない。自分とね、同じような匂いをする人なんて誰しもいないな。それだけは断っとくです。やめてくれろ。 5.8 T1 の新木場大会で対戦したいという要望が社長からあるんですが、はい、二見さんと自分が対戦するの？そういうことですね。いいよ、まあ、対戦受諾ということですか？おう、面白いんじゃないの。実は当日タッグパートナーとしてあのシャーク土屋選手が名乗りを上げてるんですが、あのカバーかなんか持ってる人、あの方ですね。ええわお、うわ。でもね、まあスタイル全然違うけど、自分これ凶器持ってなくてもさ、あの肉体が凶器だから、うん、それでも鍛えてるからさ、うん、大丈夫だよ、うん。今のところシャーク選手と、うん、山形選手ともう一人 X っていうふうになってるんですが、この X の希望っていうのはございますか？ないね、誰でもいいの。でもほら、ある意味女子プロ界では別の世界の人間だから、誰でも聞いてください。最後に二見社長へのメッセージ、多くファンの方へ一言お願いします。いや、二見さんにか。そうだね、リングに上がるということは、まあ、一レスラーとしてまあ、いますので、やっぱりレスラーっていうのは体を見せてなんぼだからね。裸一つでこうしたら思いっきり言ってやろう。ああ、まあファンの人にはね、まあ何年前なのかな、5年ぐらい前なのかな、うん、それ以来の参戦ということで、ちょっと自分張り切っちゃいます。皆さん来てください。